はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。スポーツニッポンの記者からサンデー毎日の編集次長を経て、現在は放送コラムニストとして八面六臂のご活躍、鉛筆を振るっていらっしゃいます高堀冬彦さんが、ネット媒体 JB プレスに寄せた論考に注目しました。いわゆるジャニーズ事務所のスキャンダルについてなんですが、その論考の記事の見出しはこうあります。ジャニーズ性被害問題、一部で指摘されつつも放置されてきたのは誰のせいか、マスコミ関係者には周知の事実、だったそうです。それに目をつむり、利益共同体を形成したその罪。記事の書き出しは、創業者のジャニー喜多川さんではなく、姉のメリー藤島さんにスポットライトを当てているんです。ジャニーズ事務所所属のタレントが90年代の後半から日本テレビの夏の風物詩的な番組24時間テレビ愛は地球を救っちゃうのかなという、こちらに退去して出演するようになったその理由は、日テレとの蜜月関係で、その蜜月関係を作ったのがメリー藤島さんだとズバリと指摘しているんです。メリー藤島さんは日テレの中高の祖である氏家誠一郎元会長と実婚の中で、この実婚の出発点というのは、メリー藤島さんのパートナー、つまり現在のジャニーズ事務所社長の藤島ジュリー恵子さんのご尊父、お父様だったとするんです。この関係性に踏み込む前に、なぜ私がこの高堀冬彦さんの論考に注目したのか。それは、ジャニーは勲章をもらったっていいと思うんだけどと込み出しに掲げた、こちらの箇所を見ると、合点合点とばかりに奇妙な納得感を得たからです。国家から勲章をいただくのは大変名誉栄誉なことです。ただし一定額以上の寄付をするなどした時に、それをもって国家への貢献が認められれば叙勲されるんです。だから政財官だけではなく、芸能人でも小説家でも映画監督でも、それぞれのご活躍によって勲章が授与されているんです。高堀冬彦さんはジャニー喜多川さんと大変親しかった民放幹部が数年前に、ジャニーは勲章をもらってもいいと思うんだけどと漏らしたこと、それが先ほど紹介した込み出しになっているんです。この勲章がテレビやマスコミにとって実に不都合な真実を浮かび上がらせるような気がしてならないんです。それではいわば外堀を埋めていくように、メリー藤島さんと日本テレビ日テレとの関係性について高堀冬彦さんの原稿に尋ねてみようと思います。日テレとの蜜月関係を築き上げたのはメリー氏に他ならない、日テレの中高の祖である氏家誠一郎元会長と実婚の間柄になることに成功した、これ先ほど伝えたところです。読売新聞の経済畑の記者から常務になり、日テレに転じた氏家氏は芸能界関係者と深く付き合うことを好まなかったが、メリー氏だけは別だった。なぜメリーさんだけが別、すなわち特別だったのか。氏家さんから見た時に、それだけメリーさんの彼女の知識量が豊富だったというんです。それはメリーさんのパートナーで保守派の論客にして作家先生でありました藤島大輔さんに匹敵するほどだったようです。この藤島大輔さんをウィキペディア先生に尋ねてみると、なんと上皇陛下の御学友だったということです。そこからお家柄を容易に想像できるんじゃないでしょうか。つまりは学習院におられまして、そこを出てから東京新聞に入社してから作家デビューをされたそうです。そして評論家としては大谷総一さんの門下生となって、右派保守系の論客として文藝春秋や諸君などに活躍の場を広げていったとありました。さらに昭和52年には自民党から参議院議員の全国区として出馬したそうです。これは残念ながら落選となったようなんですが、かなりの人物だったと伺い知ることができるんじゃないでしょうか。これを踏まえた時に、ジャニーズ帝国と後に呼ばれる一大芸能事務所を立ち上げた人物、ジャニー喜多川さんとは、日テレの氏家さんが一目を置く、メリー藤島さんの実の弟さんであって、大物論客の義弟、義理の弟、そうしたポジションにいるジャニー喜多川さんが勲章をもらっていなかったんです。このことを高堀冬彦さんは次のように推測します。ジャニーさんは勲章をもらっててもよかったんだけどなとおっしゃった元民放幹部との雑談の中で、
その時点で初めて気づいたのだが、ジャニー氏は最も多くのチャート1位獲得アーティストを生み出したプロデューサーなどでギネス認定されながら、いかなる勲章も受けられたことがない。国も早くからジャニー氏の性加害問題の当事者であることを認識していたからではないか。これを確認する術を私は持っておりません。しかし、この後紹介する件をガチコーンと接続した時に、まさに疑惑は深まってしまうんです。それがメンバーです。まずは、高堀冬幸さんと先ほどの論考の続きを紹介しておきます。ジャニー氏は逮捕歴や前科があったわけではないから、叙勲の不適当認定者ではなかった。一方で、同事務所を追われた飯島道氏は、2020年に、紺綬褒章を受章している。事務所を追われた飯島道さんとは、国民的アイドルグループと紹介されたスマップの育ての親です。ジャニーズ事務所所属タレントにバラエティという扉をギギギギガガガガガッと開いたのは孫をごとなきスマップです。それまでジャニーズ事務所所属のタレントがバラエティ番組に出ることはありましたよ。ただ、あくまでゲストであって分かりやすい言葉で言うと2枚目路線でした。ところがスマップのメンバーはと言いますと、ドリフターズやひょうきん族のような時に体を張ったコントに挑み、フジテレビの夢かもりもりの人気企画キックベースボールでまさに泥だらけになることを厭いませんでした。これらの新しいアイドル像を作り出したのがジャニーズ事務所にいた時の飯島道さんで、後に浮上することになります独立騒動によってジャニーズ事務所を追われてしまったんです。スマップ解散に伴いジャニーズ事務所を退社した元メンバーについて円満退社とメディアは繰り返しました。誇張しました。宣伝しました。しかし地上波テレビからはジャニーズ事務所を離れた元メンバーはしばらくもせずに消えてしまいました。これ当初テレビ局側の忖度かと思われていました。後に公正取引委員会が指導したんです。この事実をもって事務所側から圧力があったことはなんと国会でも確認されました。そしてこのメンバーという呼称についてはこれもスマップの話になるんです。21世紀になったばかりの2001年のこと、元スマップメンバーの稲垣吾郎さんが駐車違反に抗議して公務執行妨害の現行犯で逮捕されました。後にこの件は不起訴となりました。ただこの時 TBS を筆頭とした民放各社が稲垣さんを容疑者ではなく稲垣メンバーと紹介したんです。これ当時のゴシップ誌だとか秒単位で存在感を高めていったネット空間においては盛大にケラ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 と笑われておりました。現行犯逮捕された容疑者をメンバーと紹介していたのがテレビなんです。当時の報道をなぞるならば、稲垣メンバーは送検後釈放されました。弁護士同伴で記者会見を開いたんですが、当時を振り返る朝芸プラスの記事によりますと、スマップ、稲垣吾郎メンバー、涙の記者会見とテロップ付きで報じたワイドショーがあったようです。さらに朝芸プラスの記事では、恐縮ですがーでおなじみだった突撃系芸能リポーターの梨本勝さん、彼の姿は涙の記者会見になかったそうです。それは梨本勝さん当時のテレビ朝日のヤジウマワイド、その番組のレギュラーだったそうなんですが、テレ朝の偉い人上層部から梨本さんに対して会見で質問しないでねだとか、番組内では事件についてコメントしないようにと、そんな要請があったそうです。つまり当時テレビ局の垣根を越えてジャニーズ事務所所属のメンバー、タレントを守った、それがテレビ界隈、メディア界隈だということになるんです。梨本勝さんに質問するな、触れるなと言ったテレビ朝日。そのテレビ朝日の羽鳥慎一モーニングショーの水曜日のレギュラーコメンテーターを務めております、元アエラ編集長の浜田恵子さん。ジャニーズ事務所とメディアの関係について、きっちりと検証しなければいけない的なみたいなっぽいことをツイッター上で宣言しておりましたが、あれから1ヶ月ぐらいが過ぎたでしょうか。突撃系芸能レポーター梨本勝さんにお口ちゃーくと命じたテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーでジャニーズ事務所とメディアとの関係について取り上げたことを確認できずにおります。
そんな浜田恵子さんのお姿を地上波テレビでお見かけしたのが、地上波テレビで稲垣メンバーの先陣を切ったと高堀冬彦さんが紹介する TBS 令和5年6月24日オンエアの報道特集でした。浜田恵子さんが自ら関わった雑誌の中で、編集部で大きな議論になった記憶がないなんてね、そんなお話をされていたんですが、もうその説明をもって疑惑が。じゃかーん。報道特集に VTR 出演した浜田恵子さん、男性の性被害についての知識が少なすぎて、やっぱりそれを軽視軽んじていたんじゃないかなという自分を顧みた上で、次のように語っていたと TBS のまとめサイト TBS ニュースディグより紹介します。ジャニーズのタレントさんに雑誌に出てもらうと、非常にやっぱり雑誌が売れるということは実際にありました。かなり部数には大きな影響を及ぼす。もっと言えば、出版社がジャニーズタレントさんのカレンダーを作ったりしますので、一つの編集部だけではなく会社全体のいろんな部署が関わっていると。何かジャニーズの問題を書こうとした時に、他の部署から頼むから頼むから書いてくれるなと。先ほどの企画会議や編集部では、大きな議論になった記憶がないとのことですが、会議の外側での要請はあったと、オン自ら告白自白しているんです。白がこう言ってます。メンバーならば、浜田恵子さん、質問させてください。稲垣メンバーの時にはあえら、あるいは朝日新聞、どのように伝えていたんでしょうか。ゴシップ誌やネットでは盛大に批判をされたメンバーという紹介の仕方、その後元 TOKIO のメンバーでも同じくメンバーと紹介されました。何より浜田恵子さんが編集長を務めていましたアエラという雑誌、ジャニーズのタレントさんを表紙にして一時的に売り上げが回復したこと、ガベージニュースさんが伝えております。グラフにしてピコンと上がっていることが確認されます。私が一貫して批判しているのは、こうしたテレビを筆頭とするメディアの姿勢です。それというのも、ジャニーズ事務所のスキャンダルを BBC が報じて、当事者が外国人記者クラブで会見をし、どうにも逃げ場がなくなったからでしょうか、これまで報道しなかったのはうっかりだったというかのごとくで、ともすればまるで知らなかった被害者かのような立ち位置に逃げ込もうとしてるんじゃないかと、私にはこのように映って仕方がないからです。もちろんジャニーズ事務所、その創業者を擁護するつもりはこれっぽっちもありゃしません。しかし、浜田恵子さんがご出演なされた時の TBS 報道特集は、60年前のことをもって、当時の常識を踏まえずに、今の価値観をもって60年前を裁こうとしていたんです。だから、今をもって過去を裁くんであれば、TBS にせよ、テレビ朝日にせよ、あなた方は、鍵カッコつけておきますが、共犯者ということになるんです。そして、ジャニー北川さんが勲章をもらっていなかった。そこに接続すると、こういうことでしょうか。突っ張ることがメディアのたった一つの勲章だけど、この腕に勲章一つもありやしませんというわけでね、勲章なんかあるわけない、おもねってね、楽してお金儲けるときにテレビマンになっちゃった、ね、だってね、あ、バレちゃった、天まで上がれと。冗談はともかく、テレビやニュースやワイドショーはマスコミは、政府や国会が見引きすぎると批判します。しかし、国家はジャニーズ事務所の創業者に勲章を与えませんでした。むしろ、未びいきだという批判は、自己紹介じゃないんでしょうか。今の価値をもって過去を反省したいんであれば、当時現場にいたすべてのテレビマン、マスコミの人は、消えた、ざまとして、さらにメンバーなんて呼ぶことによって、創業者を手助けしたのかなっていう、そのテレビそのものが、消えた、やったとすることが、日本のマスコミの最後の勲章になるんじゃないか、そんなことを考えてしまう週末でございます。我々は一生懸命生きるという勲章を胸に抱いて、みんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
正直と言いますが、今回のベストの戦いを見ればベストの戦いを召喚し、赤が勝ち、ブルースフリー、ブルースフリー、一旦別にすることになります。中に入った番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなたパッとしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、着替えますね、一緒にグータッチ。そしてチョキを出したあなた、じゃんけんでチョキは最も難しい手の形、器用なあなたに V サイン。それでは本当のバイバイ。